こんばんは、平井弘明です。今日はですね、クラブの起こし方、こうクラブを寝かさないように立てるという動作の動画を撮っていきたいと思います。そのなんでこの動画を撮ろうとしたかというと、どうしてもこうダウンスイングでクラブがこう寝てしまったり、それに関することで振り遅れにつながることでスライスが多かったりとかですね、そういう原因がそのクラブを起こせないとすごく出てくるんですね。なのでこのクラブを起こすっていう動画を撮っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。最後までこの動画見ていただくと、もう動画見終わる頃にはクラブがもうバッチリ立って、もうダフリ知らず、チーピン知らず、スライス知らずになってると思うんで、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。ハンドルを左に切ればいいんです。もうちょっと具体的にやりましょうかね。じゃあ先にクラブが起こせないっていうのはどういうことかっていう動きをやりたいと思いますけども、まずトップ作って、ここからクラブが、クラブヘッドですね、クラブヘッドが上がってきた、通ってきた道をきっちりヘッドがこうやって降りてくるのがクラブが寝ない、ちゃんと起こせてるんですけど、これがヘッドだけ背中側にこうやって垂れてしまう、こうやって、そうするとこれクラブが寝てるんですね。これが起きてる、寝てる。トップでは寝るとこうやってヘッドが後ろ向きになっちゃう。そう、ここから下ろしてくるときにこうやって降りてくるのがちゃんとクラブが起きてる、これが寝てる。そうで、インパクトで寝るとフェースが開く、こういう感じですね。そうで、クラブが起きてくるとちゃんとインパクトでフェースが戻る。それで要はミスショット、ナイスショットが相当変わってくるんですよね。で、そのトップからの切り返し方、起こし方含むの切り返し方なんですけども、アドレスでインパクトラインがこうまっすぐできてて、それがこうやってトップ作ります。こういう状態ですね。ここから今クラブが通ってきた道をこうやって降りるように体を使ってあげたらクラブは寝ないんですけども、ここ通ってきてこうやって降りちゃうことがあるんですよ。そうするとクラブが寝るんです。要は前回も動画で分かりやすいんでハンドルを例えでやったんですけども、こうやってまっすぐこうやってハンドル切らずに回して、ここからもちろんそのまままっすぐ来たらいいんですけど、遠心力がかかるんでまっすぐ戻そうとすると右に切らされるんですよ。それを若干左に切る動作が入れると結果的にまっすぐ戻ってくるんで、これハンドルだとしたらこうやって回ってこうやって戻るのが理想だけども、このまんま戻すと遠心力で負けてこうやって寝るんで、こうやってハンドルをこうやって左に起こしながら体を回転してあげるイメージを持ってあげるとクラブが起きやすくなるんです。それはね、ダウンスイングでね絶対やっていただきたいポイントの一つ。これやるだけで単純にダフらなくなるんですよ。そのクラブが寝てるとダフるんで、そこからシャンクとかいろいろ出ますけども、それこそ一番最初のダフりっていうのがクラブが起きるだけでなくなってくるので、そのクラブの起こし方を練習場で体の動きを使って確認してですね、やっていただいた方がいいと思いますね。これメリットデメリットも何もないんで、起こしたら起こした分だけいい球が出るような感じだと思います。起こしすぎた時っていうのは体が突っ込みやすくなるんで、左へ低い球が出始めたら少し起こしすぎてる、ハンドルを左に切りすぎてるんで、その度合いの調整っていうのはもちろんどの理論に対しても必要なんで、それもやっていただいた方がいいと思いますね。うん、本当に数打って起こす体のこの使い方を体で覚えて、この番手でこれぐらいのヘッドスピードだとこの度合いかなっていう感じを数打って体に覚えさせた方が一番いいと思います。角度で考えるんじゃなくて、体の反応として動いた感じを自分で覚えた方が一番その再現性は高くなるので、映像で覚えない方がいいですね。自分の感覚で覚えた方がいいと思うんで、ぜひ練習場でトライしてみてください。では今回はですね、クラブを起こすっていう動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。質問いい？
どうぞ。左に切るときにさ、うん、左に切ろうと思って、うん、クッて切っちゃったら、うん、いつもやっちゃダメだよって言われてる、なんか腰を切るみたいになんかなっちゃいそう。なんとなく。これごめんなさい、僕より鋭いいい質問していただきました。ハンドルを左に切るのは腰じゃなくて肩なんです。そう、これいい質問。そう、それで打ち合わせした感じじゃないですよ。ね、バックスイング取って左にこうやって腰を切ろうとするとこれも一切良くないことなので、腰じゃないんです、この溝落ちより上ですよね。要は肩付近をこうやって切るんで、だってね、ごめんなさい、怒られ覚悟で言いますけども、だって車運転してて左に曲がってくださいってこうやってやらないですよね。絶対怒られる。やんないよ。やんないね。そう、ハンドル切るったらこう手でこうやって回すじゃない、ハンドルを。そう、それと同じ原理で手でクラブを持ってるんで、まあちょっとスプリットグリップでやりますけど、分かりやすいようにこうやってあげたら、こうやってこうやって倒す仕草なんですよ。こうやってあげてこうやって仕草、イメージ的に今腰見てる方いらっしゃったかな、いたと思うんですけど、腰の話してたんで腰見ててもらっていいですか。ハンドルをこっちに切る、あんまり切ってない。そう、そうなんです、あんまり必要ないので、どっちかというと腕だったり肩の動きをメインに考えてもらった方がいいです。左に切るっていう動作で、結局はここからこうやって左に切れないと腰ばっかりがリードしちゃってクラブがこうやって寝てくるんで、腰を切らないでくださいって言ったのに切ってるんで、そういうことになるっていう感じなんですよ。そう、だからあんまり腰はガッて切りすぎなくて、どっちかというと上半身の動きをスムーズにこうやって倒して使ってあげることの方が優先的なので、それはトライしていただきたいポイントになります。スピードは？スピードはね、ゆっくりでもいいし、最初ゆっくりでいい、分かりやすい。例えばフルスイングのスピードがこれぐらいだとしたら、練習ではこうやって倒さなきゃいけないんだからって言って、こういうふうに、そう、左グリップを右グリップが追い越せるスピードで打つことがポイント。うん、これね、左手グリップを右手グリップが追い越せなかったらずっとこうだから右に。そう、だから必ずインパクト後は右手グリップの方が追い越すイメージ、こうやって台無しにしていい。右手が左手を追い越してたらまあ曲がんない。左に切るとか切らないとか。そう、切れてる、切れてるから。切れてる。そうそうそう、切れてるからって言ってギリギリこの動画がちゃんとした動画にしたつもりで今。切れてる、どうでもよくなっちゃったらね、意味なくなっちゃうから。そう、切れてる前提でこうやってちゃんとこうやって返してあげられると、クラブヘッドがちゃんとターンできる。そうするとフェースがインパクトに対して開いて入らなくなるんで、右に行かなくなるし、スライスも出なくなる。そう、そうすると球が捕まってちゃんとこういう風に飛んでいけるようになる。そう、だから一番分かりやすいのは、今グリップの一番下と一番手前を持ってこういう離すスプリットグリップって言って、こういうグリップでやると余計分かりやすいかもしれない。で、9時3時ぐらいの大きさで追い越してあげる、こうやって。すげえ戻ってきそうだね、離したら余計に。そうでしょ。そう、だその戻す感覚を知れるだけで全然違うから、何このグリンっていうのってなるはずなの最初。そう、ね、そう、でもグリンってなるのってなるってことは今までグリンってなってないから、そうなった方がいい。そう、それを体の回転なりスピードで調和してるだけだから、手単体で言ったらグリンってなるから。そう、ビュンってそうなる。そう、それをグリップをちゃんと寄せたりして左にこう曲がんないようにしてるから、だから最初はね、素振りでもいいからこうやって持って追い越す、追い越すっていう動作を作ってあげることが大事。それめちゃくちゃいいです。だから俺も父ちゃんに素振りしろ、振り遅れるな、手返せって言われた時に、普通のグリップで返せないからベースボールグリップとかこうやって握ってた。そうで、返せてるのをアピールしてた。
わざとじゃないと返せないから。あ、そうだ、返せなかった。それ要は小学校とかのパワーじゃ、そう、 あんな細いね、腕じゃ返せないから、返せてるよっていうこういうアピールをしてた。こうやって持って、ね、そうで、こうブリーンって言って、そうだそうだって言われてたから、あ、これでいいんだっつって、そう、そういう練習してた。でも本当に今となってはめちゃくちゃ大事だったんだなっていうのも、うん、それぐらいクラブを起こすということが大事で、クラブが寝るということは相当良くないことっていう感じなんだよね。もうやっぱりこう寝ていい球って多分ほとんど出ない。このクラブを起こすという動作は腰を切ることではなくて、上半身だったり腕っていうのをハンドルをイメージしていただいて、それをダウンスイングから左にこうやって切るような意識を持っていただいた方がいいと思います。以上です。ごめんなさい、またまた出てきました。僕ちょっとカメラ止めた後にトール君からまたすげえいい質問あって、どう、切り方自体はどういう切り方をしたらいいのっていう質問を受けたんです。要はこっからバッてやるのか、それともこうじわーってやるのか、どっちがいいのっていう質問を僕もらったんです。イメージ的にはダウンスイングからフィニッシュにかけてじわーって完璧にこなすのが一番いいんですよ。あとは早い段階でインパクトの形を作るっていうのもすごい大事なんで、要はここからインパクト前にもうこうやって切り終わってる形を作るのはすごい大事です。それは前も、まあ、理論の裏表じゃないですけど、どっちがいいかやりやすいかっていうのがあるんで、両方正解なんですよ。トップからフィニッシュにかけて切り終わる人と、もう早い段階で切り終わる人、それはスピードじゃないんですよ。こうガッて切ればいいっていう感じじゃないんで、こうじわーでもいいんで、先にこうワッて瞬間的に、まあ、力みと、まあ、違うんですけど、インパクト前に切り終わるか、フィニッシュまでにこう全体的に切り終わるかっていう差があるんで、それは2通り試していただいて、イメージこっちの方がいいなっていうのが必ずあるんで、それをやっていただいた方がいいですね。それはいつも言う、あのその人のタイプによってどっちが切りやすいかは変わってくる。これはね、本人しか分かんない、感覚だから。そうだから、インパクト前までに終わらせようとすると逆に振り遅れちゃうという人もいるから、そういう人はフィニッシュまでにかけてゆっくりこうやって形を整えていった方がいいし、フィニッシュまで行こうとしてもインパクトで間に合わないという人は早めにかって切った方がいいし、なんでその2通りあると思いますので、試してみてください。